はいどうも、少年カリグラのニク。今日の企画はこちら、メンバーがドライブで助走してたらどうなるのドッキリ。はい、今ですね、現在時間はちょうど5時ですね。めちゃめちゃ早いです。今回ね、少年カリグラの企画で朝から撮影をしないといけないものがあって、まあ待ち合わせしてるんですよ、外で。そこで助走した僕が来たら、サバミクはどんな反応するのか。つまりは仕掛け人側です。あと1時間ぐらいで車で来ると思うので、それまでにちゃちゃっと助走を終わらせて準備していきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。着いた。できました。あらかたメイクが完成したので、こっから衣装に着替えてきます。 GO。 はい、完成しました。これでね、スナディのお迎えを待っていきたいと思います。もしかしてあれディックかな。怖いなあれ。なんか歩き方。ピエンガタン誰ですか。どうも、ピエミです。どうも、片岡ピエミです。あれまあ、死ぬのよ。あれまあ、こっからこれ本当に罰ゲームだから。セルフ罰ゲーム。今6時ですよ。今めちゃくちゃ人に見られました。僕ね、自分のマンションで知ってる人いたんだけど、どうもってできなかったもん。相手も言われなかったし。死ぬかと思った。屋根でもね、まだね、足りないものがあるんですよ。ピエンカタンといえば、うん、これピエンカタン地雷系なんですよ、一応メイクはね、うん、地雷系でやってるんですけど。あのストロングゼロを飲まないと絶対にいけないわけですよ、朝6時から。え、それ缶を持ってればいいってこと。いや、缶、そうそう、缶ストローとね、まあ飲みますけど、うん、飲みますけど、それを買いに行くね、じゃんけんをしたいと思ってるんですよね、僕は。いや、僕がね、負けたら僕がこの姿でコンビニに行きましょう。ただスナディがあったら、うん、俺が行くの。そうです。このフロントがあったら、あっちから見ると、うん、パパ活です、完全に。そんな、こんな女に、こんな女とか、こんな、こういうやつに、朝からストロングゼロを与えるやつは、完全にパパ活です。その恥ずかしさを、どっちかだよね。確かに。こんなやつと一緒に、あ、遊んでるんだ、あいつはと。ちょうどいいね、コンビニがあったら、そこ泊まってやりたいと思います、じゃんけんを。ピエンカタン。コンビニ来たんで、じゃんけんしますか。じゃんけんしましょう。負けた方が、ストロングゼロとストロー。ロー最初はグー、じゃんけんぽい。はははは、最初はグー、じゃんけんぽい。シャイ。そんな悔しくないでしょ、ストロングゼロ買いに行くだけの。行ってこい。はい。何してんすか、朝6時。ピエンカタン、うまい。ああ。店員さんの顔見た。もう少しで着きますよ。いや、サナメ君にね、会いたいな、早く。会いたい。とりあえず僕がめちゃくちゃ後ろに隠れてて、スナディが車に呼ぶから、あれ、リクはってなるんだよね。だから俺がもう突入って感じで。うん、それでいこう。跳ねてほしい、サナメ君に。いや、びっくりする。化け物で朝からこれ見たらもうやばいよ。俺の声で、本当だよ。え、リクってなると思うよ。リクどうしたの。あ、ついてきた。めちゃくちゃ朝から俺こんな、結構酔い回ってるから、飲んでるから。結構飲んでるから、ね、結構俺これ飲んでるからね。それが一番重要。
怖いよ。サルエ君がいる、そこにいる。そこにいる、やばい。怖いよ。いや見えてんのかなこれ。わかんない。でもだったら電話で今言ってるはずだよ。確かに。ちょっとぐーって行ってほしい。ぐーって見えないくらいに。俺降りて行かないといけないから。やばい。固まってるぜ。やばい。なんであんなとこいんだよあいつ。でもだとしてもこれが俺だと思わなくない？お前いやいや、スダディが女連れてる激ヤバの女連れてきたって思うでしょ。早く来ないかな。お、来た。そう、おはようございます。おはようございます。今、時刻は何時でしょうか。ただいま6時54分でございます。見えんかったん見えんかったん。もうなんてあんなしたらいいんだもう朝から疲れ、もう見えんかったん。ちょっと可愛いなちょっと俺もう恥ずかしすぎて死にそうなんで来る車の中で。いや一回ほど行こう。死ぬってメンバーが助走してたドッキリどうでした？最悪もう朝一見る姿がこれは最悪すぎる、マジで。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。じゃあ見られてる。